はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はブルーディスティニーステージ3裁かれし者ですね、こちらをやっていきたいと思います。じゃあそのままノーマルでいきましょう。キャリフォルニアベース掃討作戦は連邦軍が勝利を収め、北米におけるジオン軍は撤退を余儀なくされた。この作戦で対峙したブルーとイフリート海エグザムを搭載したこの2機のモビルスーツの戦いは相打ちに終わる。連邦とジオン両軍に存在したエグザム、果たしてエグザムとは何なのか。その謎を知る一人の男がいた。クルスト・モーゼス。ジオンから連邦に亡命したエグザムシステムの開発者である。クルスト博士はもともとジオンのエグザムシステム第一人者だ。エグザムがジオンに存在するのもそのためだ。博士はニュータイプの研究をしていたらしい。ニュータイプ？ニュータイプについて詳しいことは俺にもわからんが、普通の人間より勘の優れた人間だと俺は認識している。そのニュータイプの被験者を使った実験の中で生まれたのがエグザムだ。博士は今も連邦のエグザム研究施設で実験をしているはずだ。エグザムを搭載した残り2つのブルーをな。ブルーディスティニー2号機と3号機、失われたかに見えたエグザムは未だ存在していた。そしてイフリート海を失いながらも生き残ったニムバス・シュターゼンは連邦のエグザム研究施設を襲撃する。見つけたぞ、クルスト・モーゼス。連邦に寝返った裏切り者め。ニムバス・シュターゼン、私とエグザムを追ってここまで来たか。その執念、やはりエグザムを使いこなせるのはお前しかおらんようだ。お前こそニュータイプに裁きを下す者。それで命乞いのつもりか。2号機はお前のものだ、有意義に使え。今さら私を選ぶなどと恥を知れ。クルスト博士を殺害したニムバスはブルーディスティニー2号機を奪取。ユーはその2号機奪還を命じられ、残された最後のエグザム搭載機であるブルーディスティニー3号機へと乗り込む。2号機を奪ったニムバス、3号機を託されたユー、互いに同じブルーを狩る2人は裁きの時を迎えようとしていた。裁かれし者。まあ多分これはステージ3で終わりですね。まあ、前半戦で基地の防衛をして、後半戦で多分宇宙に上がると思うんで。この時代にこんな高性能マシンがあるっていうのもすごいよね。エグザムの目的。
うニュータイプはいきなり嫌われてるね。まあ確かに U のパイロット能力は半端ないですからね。訓練で、まあ、模擬テストとはいえアムロのガンダムを撃墜してますからね。とりあえずブルーディスティニー1号機2号機3号機は早く開発したいですね。そうブルーディスティニー2号機はもう宇宙に行ってるんで、まあまずは宇宙に上がりましょうと。久々の宇宙船になるな。最近ね地上用のモビルスーツばっかり作ってたからね。で多分ね前半戦でねこの基地がね襲われると思うんですよ。でそれを守って後半戦で宇宙と。ボールが支給されていますか。かわいそすぎでしょ。ボールとジムってどれくらいコスト違うんだろう。しょうがねえなーで納得するのもすごいよね。まあやっぱりね発射のタイミングは一番襲撃をしやすいタイミングですからね。訓練用のザクなのかなんでザクなの。まあ、識別信号はだって大丈夫でしょう。シャトルのヒットポイント 50% 以上で敵軍を全滅と。まあこれを多分どんどん攻めていっちゃっていいと思うんだよね。でさすがに一発では倒せないと思うからまずはザクバズーカ。待ってここではやはりセーブ&リセットが必要になるかもしれないからこまめにセーブを取っておこう。あと何回このセーブの場面を見させられるんだっていう。ザクバズーカでいいでしょ。よし一応ぶちかますぜ。4200。え半分減った。4300か。ブルーディスティニー3号機がどれだけ強いかだな。このミサイル
ビームライフルも3500、ミサイルも3500、どっちがいいんだろうな。一応ビームライフルを撃ってみるか。好きにはさせん。このまま距離を詰める。お、なんでちょっと浮いてるぞ。地上に立ってないフルディスクに3号機。おお、倒した。いいね。このパターンで一気破壊できるな。じゃサマナでまたバズーカを撃ってリュウで仕留めると、69%。 まあ最初のターンだから別に外れても大丈夫か。僕だっていつも隠れてばかりいられないんだ。2900、結構食らうね。でここに行けば一応下のグフにも入るからな。倒せんねえし。なんでさっきと何が違うの。ダメージ乱数があるのかな。おい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 、マジかよ。これは想定してないよ。どうする。ちょっとこいつは回避して防御しよう。支援防御を入れて、やっぱねチャンスステップはね有効に使いたいから。攻めては来ないのか。じゃあ U を上に回すか。でビームライフで倒すでしょ。でそのまま上に行って、こいつらはじゃあおびき寄せるか。いや右からザクバズカは当たらない。よし、まあ反撃を受けなければとりあえず撃っておいて、うわシャトルが狙われた。3200って結構食らうんだけど。え、今誰に狙われた。グフってだってそんなに射程距離ないでしょ。え、だってグフ、まあいいか。あ、ここにドムがいるじゃん。見えねえよ。回避してくんのか。まあいいや。4200、3発かかるね。え、これ結構きつくない。回避されたか。しかもこっちはザク出しよう。やばいやばいやばい、めっちゃ狙われてるよこれ。シャトルもうこれ半分減ったっしょ。回避とかてか普通に破壊されるんだけど。敵の撃墜をお願いしますとかそんなん言われてもさ。でグフじゃあもう一回攻撃して、こいつもやられる。でブルーディスティニーで攻撃して、こいつは倒せない。5100は当たらないだろうどう考えても。これはちょっと最初に下に行ったのが間違いだったな。増援出てくるとか。イグザムを発動できるのか。発動しよう。それでぶっ倒すしかない。
5300当たるか。手加減はしない。これで終わりだ。落としてみせる。6800。それでもな、一撃で倒せないからな。このグッド、下から来るズゴックはちょっと放っておこう。で、反撃できるときに反撃しておくでしょ。あ、一応シャトルを狙ってこないね。あー、システムダウン。てかさ、これ一ターンしか持たないの。で、ダークは絶対倒せる。7020か、結構当たるな。これで超一撃。8600を超一撃の一発で倒せるかどうかだな。やってみよう。おー、いいね。で、あとは下のズゴクイに対処すれば OK と。シャトル、あ、でもシャトルちょっと回復してんの。イベント条件未達成。ダメだ。で、もう一旦引き寄せて支援を入れて倒すか。さすがというか当たるね。ってことはこっからビームライフルを打ち込んで支援を入れると。いや、集中攻撃っていうか上から敵が出てくるっていうのをこれ知らないと無理だな。完全に初見殺しだよね。まあ確かに危なかったよな。シャトル破壊されるんじゃないかと思ったからね。やり合いはあったよ。さあ宇宙へ行こう。こうやって上がっていくんだ。で、多分ね、ニムバスとね、ユーはね、一騎打ちになると思うんですよね。こいつらの扱いかわいそうだな。そうか、休みなしか。マジブラックだな、ここ。今さら何の話だ。とんでもない事実。
そりゃね、声が聞こえてるからね。サイド5中域、ジオン軍エグザム研究施設、モビルスーツの中で一人でこんなこと言ってんのかね。ボールだ。ゲルクがいる。完全に囲まれたな。艦の防衛は俺たちに任せてさ。絶対ボール2機だけじゃ無理でしょ。相手の戦力把握してる、ちゃんと。まあ実際はね、自分たちの軍がいますからね。で、U は2号機と一騎打ち。で、自分たちはここの部隊を掃除すると。あ、結構敵に近い位置にいると思ったらこっちか。わあ、そうだ、そもそも戦艦があれだ、地上適正だった。これは27万円あるから戦艦を作ろう。とりあえずギャロップは待機させて生産しかないよね。20万あるってことはザンジバルが作れんじゃん。ザンジバルってだって連邦軍でいうホワイトベース級でしょ、多分。そうだよね、キャリーベースより絶対性能良さそうだし。それをザンジバル作る。で、そうするとチームにも行けるのか。しょっぽいモビルスーツしかねえな。あと、とりあえず地上用のやつは全部出せないから、ジムストライカーが地上用だよね。寒冷地仕様は一応宇宙行けるんだ、寒冷地だけど。で、陸ジムも無理でしょ。てか陸ジムじゃあ待機させて、ジムストライカーか、ジムストライカーも一つ待機させるか。ジムスナイパーはいけるでしょ。で、ここら辺は全部いけるはず。ビショップ、ビショップはむしろ宇宙の適性高いし。で、じゃあここになんか作ろっか、せっかくだし。なんかね、作れるようになったんだよね。なんだっけな、あ、ガンダムマーク2試作0号機だ。
攻撃力250とかめっちゃ強いな。ライノサラス、これは完全に地上用か、てかエクセルだしな。いや、ちょっとあるやつを鍛えていくか。クラフトタイプは宇宙ダメでしょ。ドラッツェがいけるね。ドラッツェが超弱そうだけど、とりあえずドラッツェ配置してこっちにしよう。耐久器をどうしようかな。耐久器に何を置くか。あ、ジムストライカー置いてこれに乗せればいいんだ。解決した。でライノサラスはマジ無理だから、XL は多分サブフライトシステム乗せらんないん でこいつも地上用でしょ。ガンタンクも地上用でしょ。地上用しかないな。EG8 も地上用だし、ズゴックも地上用じゃん。誰もいなくなったんだけど。ここの部隊をどうするか。ザク通海これいけるな。みんな地上だな。ボールとか出す。ジム入れるしかないよね。ここも全部地上だな。じゃあ一機作るか、やっぱり。じゃあちょっと新しく出てきたマーク2試作05機で、こいつをマスターにして、でザク2回を隊長にして、ボール入れよう。でジムもう一機。いや、一気に戦力ダウンしたな。お金も減ったし。でこっちの部隊は大丈夫でしょ。問題はこっちの部隊なんだよな。あ、間違えちゃった。いいや。ユウがニムバスを撃破。敵軍を12機以上撃破した後にニムバスを撃破と。まあ先にこっちを倒せということか。じゃあ敵はちょっとおびき寄せた方が良さそうだな。全軍出撃させるか。こっちは出せないから、まずはサブフライトシステムを出して、でこっち乗っけると。これで宇宙にも出れるっていうのはでかいな。よし。であとは上から来るやつらに対処できるように、食事も一応宇宙行けるんだね。でこっちだよな問題は。まあガンダムマーク2を投入したからなんとかなるとは思うんだけど、モビルスーツの質が良くないな。質がでもまあしょうがない。じゃあ財政難だしな。ってことは12機以上倒すってことはあんまり早めに倒しちゃいけないってことだよね。待つか。セーブしとこう。で、オッケーと。お、来るね来るね。反撃できるときに反撃しておこう。お、初期ジムが狙われた。初期ジムとザク。でもザクの方が弱いね。ガー回避されたし。みんな順番に来るね、順番に。これは助かるな。一気に波状攻撃をされると結構きついからな。こっちだな。 R4 ビームライフルってなんだろう。
あ、ボールが狙われる。そうか、そうそう、こっちにも部隊を派遣しないといけないから、まずボール。ボールの射程が広すぎだな。回避されたし、陣でなんとかするしかない。スプレーガン、スプレーガンも 57% か。そうか、こいつはもともとあれ、パイロット射撃16しかないからね。格闘専用だか。リピートフォークで8800か。短期でタコ殴りにした方が良さそうだ。マーク2はいけるでしょう。ビームライフルも試作なんだビームライフルは試作である必要なくない？格の違いってやつを教えてやるよ。盾があれだね、 GP01 の盾だね。流用してんのかな。じゃあボールはここから狙えるでしょ。でビームライフルで届かないし、マスターユニットをこっちに派遣するか。そうするとフルアーマーをここにやって、これはビームライフルでいいでしょう。3500はさすがに当たるよね。でまたボールに手伝ってもらうか。意外に役立つな、ここにボール置いとくの。ミサイルベイだな。5600か、支援を入れよう。あー、5500倒せなかったね、危なかった。フルアーマーガンダムもレベル4で、こいつはね射程が長いからね。あ、支援できるんだ。戦艦の支援は射程は関係ないのか。よし、下から来る部隊はこいつに任せればなんとかなるな。で、これも減ってるからジムスナイパーカスタムでいいでしょう。6000じゃなくて4400。うん、よし。で、今何機倒した選曲みたいなのがあるかな。え、わかんないんだけど。あ、イベント条件見ればいいんだ。あと5機か。で、ジムストライカーが、いくつ ?3500 は当たるかな?当たるね。じゃあ、こいつらが来る前に、ジムスナイパーカスタムちょっとエネルギーがやばいんで、帰還させて、あとこっちだな。コアファイター。コアファイターのレベルを上げていかないといけないから、こいつを主体にして倒していこう。で、艦砲じゃさすがに無理でしょう。ミサイルランチャーの射程に入って、よーし、今何レベル ?4 か。先は長いな。無双できるように攻撃力をどんどん上げていこう。で、帰還させて、あとはビショップもね、レベル上げたいよね。これはジムにしよう。こいつヒットポイント減ってたんだ。よし、これであと何機、あと1機か。
ニムバスと戦ってる間に多分1機くらい倒せるかな。一応これはセーブをして、ニムバスを倒しに行こう。エグザムのちょっと機能が見たいんだけど、攻撃力プラス10、起動20、エグザムコマンド使用可能、使用するとエグザム発動可能、一旦経過後エグザム発動は解除される。その後再度使用できるようにならないの。ビームライフルの方がいいからな。12000、11000、こっちの方が弱いし。私はエグザムのパイロットとして選ばれたのだ。そうやって貴様は全ての他人を見下すのか。貴様に分かるものか。よし、あった3300。おお、回避した、いいね。このドムはまだ動かないな。3900か、結構食らうな。まあ、戦艦に狙いを定めてくれるのは助かる。おお、回避か。わあ、ポールが狙われた。近づかれるとどうにもならんからな。反撃もできないし。で、ちょっともう一回攻撃をして3600の3300。こっちの方が弱いね。じゃあちょっとガンダムマーク2で倒していこう。こっちも防御力162はあるからね。地上戦闘適用。ザクは特段ヒットポイント減ってないから、かわされんのかい。こいつ攻撃できないの。そっか、輸送機だからだ。仕方がない。ここはミカミックスの出番だ。いいです。もう19レベルだからね。ビームライフルで支援を入れよう。クリティカルが出れば多分一発で倒せるようになるとは思うんだけど、超強くからの8800。あー、ギリギリだな。よし、超一撃。どうしよう、ボールに狙ってもらおう。わ、このザクすげえ。ただこのジムがやばい。ダメだ、全然攻撃できない。射程圏外から狙えばいいだけか。ようやく当たったよ。で、これで下は殲滅したっしょ。うん、殲滅したね。じゃあちょっと左に備えて、ザクス回避を下げるか。低ポイントは大丈夫だけど、こっちの部隊もまあ大丈夫かな。スナイパーカスタムじゃなくて、あ、いいのか、スナイパーカスタムをここに置いとこう。で、ここファイターどうでしょう。でもイベント条件は大丈夫。エグザム使おう。でセーブしよう。これでもニューバス倒した後また敵が出てくるっていうことだからね。
構エグザムシステム。ほら行け。光線とか。後ろにも艦砲射撃撃ってるのがいいな。回避かな。やばい。コアファイターが狙われた。さすがに機動力だけはあるな。おお来たね。ジムストライカーはあれか、腹筋専用か。ビームサーベルを使ってくるからこれで終わりだ。このニムバスシュターゼンが全てをさばいてやる。逃がしはせん。数秒日まだやれるはずだ。そこか。今は目の前の敵を倒すだけだ。直撃だと。いやさすがブルー同士の戦い。連邦のパイロットニムバスはまだ俺の名前覚えてないのか。俺っていうかユウだけどさ。あ、普通に逃げてった。また一騎打ちすんの。お、アンノーン来たね。あ、これは欲しいっていうかさ、ここに出てくんのかよ。マジか。この前面でしょ。ってことはここに出てくるか。一回逃げた方がいいよな。このまま前面に出れる。出れねえし。キャリーベースが邪魔だな。一旦こっちに下げて、これグループ攻撃するか。こいつだな。ほら。お、なんだ、クエスト達成、チェンバロ作戦。で、前面に出て、よし。あとは上の、上のごっついやつなんだ？左右についてるのはビグロでしょ？真ん中にいるやつがわかんねえな。こいつこいつ、ビグロマイヤーか。21,300。めちゃ強えな。え、どうする？ 21,300。 かなり効いてる気がするんだけど。ガンダム5号機を出すでしょ、まず。で、ジャイアントガトリング、メガ粒子砲4000か。まあいいや、攻撃してみよう。おお、よくかわした。ビショップとか届くか。ギリギリ届くね。11,000か残り。これは無理だな。もう一ターンかかるか。で、左からドムが来てるんで、これはもうマックスに任せよう。マジ弱えわ。
作ビームライフル攻撃力高いな、5000万だ。あ、これ待ってよ、こいつを上に派遣すれば1,2,3,4 例えば当たんねえわ。あそこのドムを倒したのか、まずかったな。チャンスステップを使ってなんとかピグロマイヤーを倒せないかと思ったけど無理だな。てかエネルギーねえわもうこいつ。で試作ビームナイフで強い代わりにめちゃくちゃエネルギー使うんだな。帰ろう。であのボールはもうしょうがないな、破壊されても。じゃあちょっとこっちを渡り歩くか。回避された。ビームライフルで4800、スインビームスピア、で、あとこっちにどれくらいいた？下にちょいちょいいたよね。敵の数自体はなかなか多いな。まああとは殲滅するだけなんだけど。いやボール狙われた。よしかわせかわせ、 50% お、いいね、うまくかわしてるよ。ザンジバルがちょっとやばいね。こいつらはまだ動かないか。じゃあゆっくりと料理するか。ジャイアントガトリング支援反撃で一応全員つけるか。うわ結構食らう。4000の4700、6900倒した。よしこれで上のビグロは行動不能でしょ。よしパクろうパクろう。こいつも5レベル、攻撃力を上げていこう。よしビショップも上がった、3レベル。てかめちゃくちゃ経験値持ってたんだなあいつ。ここから捕獲できるか。できにし、じゃあ2歩上に上がるか。でグループ攻撃をしておこう。1人しかいないけど。でボールは下げるでしょもう。で捕獲して、こいつも多分捕獲はできないな、この距離だとギリギリできない。でマーク2を出していくか。超一撃だから大丈夫でしょう。1番よし、さすがだ。いやてか本当に攻撃力強いな、250とか。これニューガンダムとかになるとどれくらい強いんだ。次でファイナルだからちょっとエネルギーの消耗が激しいから帰ろう。でコアファイターで倒したこいつは。コアファイターはダブルゼータガンダムが普通にダブルゼータガンダムになったら、じゃああれより強いってことでしょ。いや楽しみだな今から。でこのドームをどうしようかな。チムストライカーで倒すか。チムストライカーのこのツインビームスピアが射程2っていうのがいいな。近距離で射程にあるのはかなり助かる。で減ってきたから下げて、スナイパーカスタムも一回下げるか。今のところ敵は全然来てないからね。ドラッテは満タンだから大丈夫でしょ。
管理仕様も大丈夫でしょ。初期順は使い返して、ビショップも結構減ってきたから負担させて、こいつはマジやばいな前線で頑張ってたからな。で後ろに下げて捕獲をすると、よっしゃいいの手に入れたぜ。おー来た、マップ移動も早いな、サクサクいくね。でこいつらはまだ待っとけばいいでしょう。問題はブルーディスティニー2号機だな。うん、どう倒す、まずはボールからいくか。ボール中に入れよう、こいつ減ってるし。こっち行くとなんか敵に襲われそうだしな。いや、もうボール邪魔だから帰還させとこう。で上から来るやつらはザクついてるから、こいつら全く何の役にも立ってないな。もう少しレベルを上げるか。でここでザク2回を出そう。ザクなんかには負けん。本当に、ああ倒せる、すっげえギリギリだな。じゃあこっちも艦砲射撃を入れて、でぶん投げると、3300ダメだ、テンション上がったな。じゃあどっちのジムにしようかな。こっちのジムにしよう。スプレーガンでさすがに165はなんとかなるでしょう。あとこのゲルギか、あそうか、ニムバスもなんとかしないといけないって言ってたのに。攻撃力は2連装ビームライフルの方が強いんだ。おユーも入るんだね。よし、いやさすがに強い。誰で倒すかな。シャクルズをここに置いて、ジムストライカーで攻撃ができると 74% か。ミムバスはさすがだな。さよなら。あそうだ、なんか U で倒そうと思ったけど、まあいいや。4レベル、であとこのケルフが、ガンダム5号機を出そう。まずいやギルブ強いねやっぱり。ガンダム5号機でこれか。ビショップ、オールレンジ攻撃、6000当たる？当たらない、しょうがない。ジムでおこぼれを狙うか。おこぼれちょうだい。こりゃレベル上がるよね。ジムでゲルグを撃破したなんて大金星だから。で帰ろう。うん、であとはまた敵待ちだな。でこいつら来て、でこいつらも移動してきて、で艦砲射撃で狙って4300か。よし、で支援入れれば倒せるでしょう。5000の回避されたらダメだった。
いやー、ザクツーとリックガムだとどっちが強いのこれ。いや、ザクツー強いね。ザクツー開花。攻撃力だな。406レベルか。とりあえずこいつ出そう。で、一発でしょ、さすがに。マークス強いわ。で、もう一ターン待つか。ゲルグがここまで来るから。で、タンツァも戦えないでしょ。ストライカーまだ大丈夫かな。よし、これでいい。宇宙貨物船が狙われた。これはもうあと来たやつを料理するだけだ。支援ジャイアントガトリング、いいね。結構射程が長い。5あるとね、結構長いからね。支援入れる必要なかった。フルアーマーは4レベル。でもこいつまだ3レベルか。下にドムが3機。いや、エネルギーが全然足りないわ。本当だったらな、ここでブルディスに3号機も、多分ゲットゲージこれだけいたら満タンにできたと思うんだけど、それはちょっと面倒くさくなるからな。3時場って意外にまずいな。結構減ったよね。貨物船がやばい。ごめんなさい。撃墜します。ドラッグとか何の役にも立ってないな、今回。こいつを回そう。5レベルにしたい。いやー、マーク2息子だったな。こいつ作ってよかった。こいつ作らなかったらこのステージ結構きつかったな。よし、5レベル。これで多分ほぼ開発できるでしょう。5レベルまでくれば。で、このバチバチいってんのはドラッツェで倒すか。ドラッツェで、神人袋の尾が切れた。もう許さないんだから。何、弱いな、やっぱりドラッツェは。要はクリア。23,000円。最初の1万円がなかったからな。青の伝説。ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる2人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止したユーのブルーは空をさまよっていた。ユーの目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。しかし、空にはあるわ。空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。ユー、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように、仲間たちが待つ場所へと帰っていった。
エグザムシステムは公式な記録として残されることなく、その存在は歴史の闇に葬られた。しかしエグザムはユウの心に決して色褪せない記憶として確かに刻み込まれたのだ。その後のユウが戦うことの重さに押しつぶされずにいられたのは、あの時の色を忘れずにいたからだろう。それはマリオンという一人の少女が見せた青い空の色だった。モーリン北村。お、アリスシステムじゃん。命中回避プラス10。もう金がないんだよね、金が。毎回言ってるけど。じゃあちょっと捕獲したやつを見ていきましょう。おー、ビグロ。これは、一応2体、確保しておくか。で、ユニット管理で、今の段階で設計できるのは特に新しいのは、あ、いた、ジムストライカーから、激戦ジム、レース仕様。あとはもう全部作ってあるよね。じゃあ、グループで、ルアマーガンダム。あ、パーフェクトガンダムとかも作れんだね。ストライカー。ジム回、パワードジム。ジム2、セミストライカーとか。何で出てきたやつだ。で、ジムスナイパーカスタムは、ジムガードカスタム。フォーファイターはまだまだだよね。レベル12だからな。先は長いな。で、ビショップ。4と6で何かが作れるけど、ちょっとわからん。初期ジム。初期ジムはもう、でも、ジムコマンドか。5レベルまで上げますか。で、試作ガンダムマーク2。あー、すげえ。てかさ、試作ガンダムマーク2の方がさ、攻撃力高いじゃん。めっちゃ下がるんだけど、250からさ、200まで下がるんだけど、防御力は上がるのか、でも。ここら辺作りたいな。でもな、弱くなるのか、攻撃力自体は。やっぱ攻撃力はね、高い方が使いやすいですからね。無双してくれるんで。で、ここら辺は全然変わらないので、こんなものですね。はい、というところで、じゃあ、ブルーディスティニーの、ステージが終わりましたので、次回からはまた別のステージを攻略していきたいと思います。じゃあ、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。